今日はですね、微生物だったりとか発酵を、もう職人のその道のプロっていう発酵道という本を先代の当主が書かれて、で、まあ、この本は八田君が紹介してくれて読んだんですけど、現24代目の当主の寺田勝さんとともに、微生物とか発酵とか酒造りの話を聞きたいと思います。これで全部でだいたい大きなタンク1本分ぐらいですけど、これで、これ全部結構使うんです。結構使うんですよ。1本で大体2500キロが使ったので、それで何本分ぐらいですか。雑ですけど、日曜日に2000本ぐらいこの田んぼで。でも2000本しか出ないですね。そうですね。まあ、品質的にもあんまり、大量生産っていうのは結構癖があって、あんまり色も取れないんですよ。うちもあんまり、もちろん乾燥料も使ってないので、なんかそういうものって、育ちも遅いって言いますか。そうですね。ああ、なるほど。そう、あんまり株も大きくてそんなに長くならなくて。でもその元のお米からね、自然の力だけでいくっていう。でもそれできるから面白いなって思って、なんか今はやっぱり合理的だから、いろいろ肥料をあげたりとかしたらいくらでも得意なんですけど、なくてもちゃんと育つ力があるんですよね。で、米はね、1リルで2000倍ぐらいになってるじゃないですか。ほんとこの1本、この1株も1本買ってますから、そうですね、1本買ってますから、これが1個の種がこれぐらいになるわけですから、まあ、ざっくり、まあ、2000倍ってだいたい言われますけど、まあ、これ1束で2000粒ぐらい出てるのかな。だいたい茶碗1杯ぐらいなんですけど、1束が1束茶碗1杯ぐらい、はい、ざっくり。いや、大事に食わなきゃダメです。そうなんですよね。そうですね。ここまでになるのはなかなか大変だったんですよ。これ年に何回の収穫。1回ですね。この畑で1樽そうです。だとしたら、はい、その樽はいくつお持ちなんですか。樽自体はうちはいっぱいあります。100本ぐらいあります。あ、そんなに。樽の方でも全部使うわけじゃないですけど、はい、昔はやっぱり割といっぱい作ってた時期もあったんで、今はもうそんな作らないから、実際使ってるのは半分ぐらいですけどね。昔から酒造りのね、町なんですよね。そうですね。 うちはここで340年ぐらいのかな、もうすぐやってるんですよ。340年で買ってたんですよ。え、さ、クラスか。すごい微生物。おー、340年ぐらい。江戸時代の綱吉とか、それぐらい。あー、家綱とか、すごいっす。綱吉とか、それぐらいの時から。綱吉。好きだわ、多分。そうだよ。ほら、言いますけど、なっちゃうかな。いやー、なっちゃいますね。やっと抜いたのか。抜いたでも本当うまいんですよ。わかる。あと5人娘。まだ俺2つしか飲んでない。あ、そうですか。あとでちょっといろいろやりましょう。ありがとうございます。運転頼むね。次は、奥手という後から収穫の青い。ここが手植えで植えたところなんですよ。ああ。だからその刈るのも手刈りで。へえ。また味が変わるんですかね。そうですね。手刈りで、手刈りのところはもう天日干しっつって、買ったのを物干し台みたいにかけて2週間ぐらい干しておくんですよ。そうした方がゆっくりと乾燥して米がうまくなるんですよ。へえ。なかなかやっぱ大きい面積はなかなかそこまでやりきれないんですけど、このぐらいの面積なら2、3人いれば毎日できちゃうんですよ。マジっすか。わお。それがね、やっぱり楽しいんですよ。かけて、この終わった時の達成感がまた半端ないですね。飲みたくなっちゃいそうですね。もう最高ですよ。この時飲む酒は。やっぱお酒の米と普通の食べる米ってやっぱ違うんですか。食べる米でもお酒作れます。なるほど。酒の米で作ると、やっぱり上品な味になってくるんですよ。でも食べる米で作ったら、旨味が多いんで、食べる米っていうのは、アミノ酸とかが多いんで、
お酒の味も割と、まあ、リッチな味なんです。もういろいろ幅広い味なんですよ。酒の米っていうのはあんまりタンパク質が含まれてないので、ほんと綺麗な、なんか淡麗辛口みたいな味でどうになってきますね。でもちょっと味を作り分けるのに、あの米の品種を変えると狙ったお酒が作れたりするので、それはそれで面白いんですよね。この辺は、これ在来種の品種なので、お酒用の米とは言われてないんですけど、まあ、これで、あの割と、やっぱその、味が多い系というか、複雑な味になりやすいんですよ。酸味も出やすくて、それも面白いな。混ぜることもあるんですか？違う品種混ぜることもあります。はい。あまあでも、基本的にはもう、分けて作るようにはしますけど、でもやっぱり、一本、なるほど。計算がちょっと本当は1000キロ欲しいけどどうしても900キロしかない時は汚いから100キロも足したりとか他の米足したりとか汗混ざっちゃう時があるけど、基本的にはもう1種類1本っていう感じなんで、それは基本なそうですね。ずっと見てられちゃうね。食べてから毎日毎日見に来ますからね。時間とかは決まってんですか？やっぱ朝来ることが多いですけど、5月とか田植えして1ヶ月ぐらいは毎日草取り、雑草取りもしますから、1ヶ月ぐらいから雑草取りやったら、あとはもう稲の方が大きくなってくるんで、そしたらもう雑草が生えてきても稲が負けなくなっちゃう。なるほど。でもやっぱ、そうか、雑草取んないと栄養がいかないって最初は、そう、まあ、栄養もそうですし、根っこが混んじゃうんですよ。なので、稲が根っこがあんま張れなくなっちゃって、結構大きくならないんですよね。なるほど。最初の間だけは、今、世話してあげて、雑草が、を取ってあげるんですけど、で、まあ、今はもう雑草いっぱい生えてますけど、それが大きくなってくると、まあ、生えても、全然、なんか生えないみたいな、はい、なってきますね。逆に、これをやってくると、雑草が生えてた方が、例えば台風とかで、出しられた時でも、もう雑草が支えてくれるみたいな感じになってくる。返した方が強くなってきます。あとまあ、すげえ日照があった時でも土がある程度守られてくるので、しっかり生えてると思う。あの発酵道にも書いてある、あの無駄な菌はないみたいな、そういう田んぼバージョンの感じですね。そうですね。みんな必要なように通ってるんだなって。まあ人間はちょっと強くしたいけど、稲が元気に育ってくるように少しだけ強くしたい。